まあ、地元の記念なので、いつも以上に気合入ってます。はい。最初ちょっとお話しいただいたときに、もう自分はもういいですって言ったんですけど、ポスターにしていただいて本当に、はい、何の写真か分かんないですけどね、はい、ファンの方が来場できるようになってからレース何回かしたんですけども、こう、まあ、少ない観客なのかもしれないですけど、自分たちからしてみたら本当に満員のぐらいのイメージがありまして、すごくこうパワーをもらえるというか、いつも以上にスタートライン出すと気合が入ります。まあ、昼間よりは走路温度が違うので、自分はまあ走りやすいなっていうところあるんですけども、川口のナイターはそれよりもショーマフラーをつけるっていう方の影響の方が大きくて、その普段のマフラーとショーマフラーとでやっぱりこうバイクのセッティング、足回りのセッティングがやっぱ全然違うので、そこがやっぱ一番大きな違いだと思います。やっぱ一番はコーナー周りが全然違いますね。あんまり急激なこうグリップ操作だとか車の進路変更をやると結構タイヤにがすごく滑っちゃうので、その辺をもうちょっとこうソフトにしながらとかはみんな考えてやってると思います。そうですね、やっぱりコメントでドドドとか言う選手多いんですけども、やっぱショーマフラーで合わないともうほぼドドドが来るので、やっぱりそのドドドっていう選手がはやっぱり合ってないのかなっていうふうに思ってもらっても構わないと思います。まあ、気持ちが入ったレースをすることをいつも心がけているので、まあ、ファンの方もそういうレースを見に来てくださると思うので、スタートからとにかく気合い入れて気持ち入ったレースをしたいと思います。